渡す側の選手ももらう側の選手もスピードに乗っている状態でバトンの受け渡しをしなくてはいけません。もらう側の選手がしっかりとスピードに乗っている状態で渡るように飛び出せる場所にマークをつけて、そこのマークに渡す側の選手がたどり着いたらもらう側の選手が走り出す。そういった場所を練習で事前に見つけなきゃいけません。おおよそ目安として小学生だと15足長分が目安になります。15足長で最初に練習をしてみて、それで増やしていったりだとか減らしてみたりだとか工夫をして、自分たちがスピードにしっかり乗ってバトン受け渡しできる距離を探していく練習をどんどん進めることが必要です。少し中腰の姿勢で走ってくる選手を待ちます。目安としては前足の親指の付け根の上に膝が来るように、その膝の上に自分の胸の骨が来るように構えてください。頭を下げすぎたり上げすぎたりしても出にくいので、その姿勢を保つと次の一歩目が出やすくなります。まず前の走者に追いついたら大きな声で「はい」と声をかけます。その後手が出てきたら前の選手の手に向かって下から上に押し上げるようにバトンを渡します。この時手のひらを上に向けて渡していきます。渡す側の選手の手と手が触れ合うぐらいがちょうど良いです。もらう方の選手は後ろの人から「はい」という声がかかった時に手を出します。しっかりと前傾を保ったままで肘を後ろに引いて手を出します。その時に手が V の字で下に向くように手を出します。手首は伸ばしきらずに手首を返した状態で出した方が自分がもらいやすくなります。アンダーハンドパスの特徴としては前傾をしっかりかけていて加速の動作をしている途中にバトンの受け渡しができますので、前傾をしっかりかけながら受け渡しをすることが重要になってきます。